新居浜市では新居浜駅の北側に1カ所、駅の南側に2カ所の公営駐車場を管理しています。現在も数多くの方にご利用いただいておりますが、平成29年8月1日よりより市民の皆さんが利用しやすいように利用料金の改定を行いました。中でも駅の南側にある駐車場の利用料金は3時間無料となります。今回はその内容を都市計画課の河野さんとご紹介します。河野さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずこちらが駅の北側にある駐車場ですよね。はい、駅や赤金ミュージアムに近く、長時間での割引が少ないため短時間での利用に向いております。送迎やちょっとした買い物などにご利用ください。最初の30分は無料、以後30分ごとに100円が加算されます。24時間ごとの最大料金は2100円のため、長時間駐車にはお気をつけください。入り口はゲート式となっております。あと2カ所の駐車場は駅の南側にあるんですよね。はい、では実際に歩いていってみましょう。はい、南北自由通路にはエレベーターも整備されています。自転車も入ることができますが、自由通路内では必ず押して歩くようお願いします。さあ、駅の南側に到着しました。ここが新居浜駅南口広場駐車場ですよね。はい、駅から南北自由通路を渡ってすぐの左手にあります。この駐車場には24時間での最大料金が設定されておりまして、長時間の駐車に向いています。送迎や駅を利用しての旅行などにご利用ください。最初の3時間は無料、以後1時間ごとに100円、24時間ごとの最大料金が600円となります。駐車場はフラップ式駐車場となっております。はい、そして最後にご紹介するのがあちらに見えております新居浜駅南駐車場ですよね。はい、行ってみましょう。はい、こちらは新居浜駅南駐車場です。見ての通り、先ほどの南口広場から道を挟んで対面側にあります。こちらの料金は新居浜駅南口広場駐車場と同じ料金設定になっているため、長時間の駐車に向いております。駅の南側から駐車場を利用する場合は永田通りを北へ進みます。左手に見えるのが駅南駐車場です。隣の JR 新居浜駅の駐車場と間違えないよう注意してください。そして突き当たりの右手側にあるのが駅南口広場です。突き当たりの先は JR 貨物のエリアになりますので、進入してしまわないようご注意ください。駅南口広場ロータリーの先に駅南口広場駐車場があります。最後に、駐車場ではありませんが、こちらの乗降場の紹介です。駅の利用者を降ろしてすぐに発車していただく一時的な停車のための乗降場になります。ここでの駐車はご遠慮ください。迎えに行く場合や送る場合でも、改札口まで行くときには駅前駐車場をご利用ください。駅の周辺には利用目的に応じた3つの駐車場が用意されているわけなんですね。主に送迎といった短時間利用のための新居浜駅前駐車場、 JR や周辺施設の利用といった長時間利用のための新居浜駅南口広場駐車場、そして新居浜駅南駐車場、上手に使い分けると駅周辺の施設利用がすごく便利になりそうですね。はい、今回の料金改定で駅南側2カ所の駐車場は3時間までの利用が無料となりましたので、赤金ミュージアムの観覧や駅周辺施設の利用といった際の利用が大変お得になりました。ぜひご利用ください。今回ご紹介した通り、駅周辺駐車場は大変利用しやすくなりました。市民の皆さんもぜひ利用してみてください。不明な点などは都市計画課65-1270までお問い合わせください。河野さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。